はい、今回は紅芋タルトでございます。ではね、紅芋タルトでございまして、まあこのようにねなってるんですが、お菓子は好きですかと、紅芋を使ったお菓子は沖縄県津田に村の小さな洋菓子店から生まれました。産地直系の芋を使い、工場さんの作りたての美味しさを今も変わらずお届けしています。私たちのお菓子を手にしていただいた皆様が美味しい幸せのひとときを過ごしていただけましたら、まあ、幸いですということなんですね。で、ちょっとした中身だとこういうふうになっておりまして、まあこういう芋のタルトとかね、他にもこういうなんかお菓子があるらしくて、まあなかなかのほらジンスコーとかね、うん、こういったいろんなお菓子がまああるんでございますよ、世の中にはね。で、そしてはいね、この裏側だとこういう風になってるわけですよ。沖縄産の紅芋の自然の美味しさ、紅芋の豊かな風味と甘味、そして美味しい、紅芋、まに自然の味わいをこだわって作られたお菓子が紅芋タルトで、美味しい上に三河田で優しく安心してお召し上がりできる沖縄産のぜひ皆様にご堪能くださいということでね、花川の風景、笹並みのように揺れる笹道きび畑の真ん中で沖縄を称する真っ赤な大輪の、大輪の笠掛けが咲き誇るということでね、こういう風に建物があるらしくて、このおじいさんもねが作ってるんでしょうね。もうご満足な顔でね作っていらっしゃいますけども、まあそれがこの元祖の沖縄の紅芋タルトでございます。では沖縄のものでね、またほら面白いでしょうか、って筆の形にこう言って上にこう紅芋を乗せてるんですね。では甘い、うん、すごい甘いよこれ、うん、甘い、すごいほんのりとした甘さに、なんだろうな、このあれですよ、例えば最近できた種子島のあんの芋ってのがあるんだけど、まああんの芋に近いような甘さ、うん、ですね。本当にこう砂糖が入ってんじゃないかってぐらいの、うん、甘さで、この綺麗なね紫の色、いやーなかなかいいね、うん。で沖縄そんな、うん、芋でね、これはなかなかの、いい芋で、本当元祖の紅芋っていう感じで、それはいいですね。まあお値段の方はね1000円ちょっとぐらいかなの話を聞いたんで、まあ1000円ちょっとでこんな大きなものが買えるんだったら、まあ非常にいいなと思いますよね。なのでこれはなかなかないい味で、うん、こういったものって沖縄じゃないとめったに手に入らないものではあるんですが、なかなかいいですよ。ほら、こうやってね、取り寄せがこれできるんだよ、これ。うん。で、取り寄せたんだけど、なかなかいい味よ。この紅芋もんだ。芋の美味しさね。そしてこのお椀型のこの船の形したね、中にさっていう、これほんと砂糖が入ってるんじゃないですかってツッコミがあるかもしれないんだけど、砂糖入ってないんですよ。でもその甘さがさーっと出てるあたりが
いいねっていう感じですね。どうもありがとうございました。